場所前、連日二所ノ関部屋に通って大鵬の胸を借りた玉の島、本場所の土俵で横綱への挑戦。借りました、来ました、大鵬よいだ、危ない、もう一回、借りました、来ました、大鵬危ない、左が入りました、大鵬強引の網打ち、伸ばしました、大相撲になりました、右が入りました、右四つになりました、玉の島左手が取れません、巻き替えました、双方巻き替えて左四つやります、打ち分け、打ち分け、打ち分け、大鵬敗れました、打ち分け、玉の島の勝ちであります。横綱大鵬が初日に敗れたのは実に22場所ぶり、横綱になって初めてのことであります。